なんでみんなそんな気力がなくなってきてるの。アマツキワールドが。アマツキワールド。じゃあよっしゃー。せーの、ザナゲン。今日の企画は、ザナン。ザナン。アロホズスホズ島メンバー五人が来た。イエーイ。板前寿司。イエーイ。大食いですね。つまりそういうことです。大食い企画。しかもね、今日結構酒飲んでるからもうね、そんなお腹空いてないんだよ。お腹いっぱいですね。お腹いっぱいなんだよ。だから酒のお腹いっぱいだよ。久々の5人の企画がもうこれっていう。まさかの。そう、なんか全員揃うこと最近なかったんで、運よく全員集まったということで、久しぶりに、はい、みんなの長いところ見せていきたいなと思ったんで、はい、僕が板前寿司を選びました。え、どうするか。え、とりあえず大食いします。とりあえず、まあ、ゆりさんのおごりですよね。150巻くらい行きましょう。200巻くらい。あ、だるまじで。いや、2億円プレイヤーじゃない。2億円分食いましょう。それで、今から僕、はい、たかられてきます。じゃあ行きますか。イエイ、レッツゴー。イエイ。今回僕のなんかノリで、みんなで一緒に誰が寿司一番多く食べれるか選手権をしようと思って、そう、なんか勝手に頼み出しました。でもね、今これ何貫ずつあるのかな。多分24貫、24貫ずつで、さらにイクラ、ネギトロで、ネギトロ50貫以上あって、こっちを先に自分の数だけ食べきってやつがネギトロゾーン行って、その中で誰が一番ね食べることができるかっていうゲームです。負けないで、絶対に勝った人はね、天月ゆうり君からの2億円プレイヤー。賞金2億円ですか。いや、2億の2億だったらもう大赤字。全財産ください。全財産どころかもう赤字よ。ということでね、僕からの賞金金で、はい、1万円。え、はい、1万円ですか。1万円ですね。そこをなんとか、いや、飯食って1万円もらえてありがたいと思う。それはでもね、ゆうりくんからの1万円があるということで、一旦全部来るまで待ってます。すごいな。がっついです、エビの数。わ、え、バカうまそう。えぐっ。やばらです。さらに25巻来ました。来ました。たまりました、全部。やばすぎる。エビからですね。エビから行きます。4貫ずつ絶対取ってください。はい、僕食べます。いただきます。はい、ちょうどこれ本当6、2、3。いただきます。いただきます。うん、うまっ。マジうまい。ちなみに俺もうちょっとで食べ終わりですか。いや、これエビ食ってたの人生だからね、これは。ありがとう、車エビ。車エビみたいな感じ。うん、うまい。ごちそうさまです。あら、裏側の調整してるからめちゃめちゃ食べるの時間かかります。食べ終わればいいんで、うん、まあ朝の昼ぐらいまでやってやります。僕は買います。3本入ります。言うことでも俺の早食いについてくるやつなかなかいないと思う。早っ。何早い。3本食用ことじゃないですか。早っ。うん。これ行きます。俺言うことの早食いついてこうとして今ちょっとして意外とこう見えてやるの早いですか。うん、うん。追加ジャンプでいいですか、皆さん。なんか、やばいやばい。でもやばいやばい。でもやばいやばい。お茶の中にこんなにいる。お茶、これを全部確かに飲み込めるんだ。確かに、そりゃそう。これさ、でもさ、なんでやろ、これ、こんな。おいよ。もうこれで8巻で終わりです。僕もうガチの話していい、うん、やばい、もう腹いっぱい。はい、俺も1、2、3、4、5、6、7、8、あと1個、僕8、これ終わり。よし、俺も終わりです。もう量がやばくてやばい、これ。俺はあと5っすわ。もうあと、うん、俺もあと5。やばい、腹いっぱいです。うん、やばくない。うん、まあもうとりあえずそれでいい。あといいよ、あと2食べればいいんでしょ。そうです。7いける。でも俺も意外といけるな。ちゃんとみんな収録するんだね。うん、いいやつばっかりだ。今も俺もあと1巻ずつか。うまい。せーの。うーん。うーん。うん。うん。うん。11巻ってやつ、いつも公開するんだよな。え、ちなみになんですけど、みんなお腹の具合は 何パーセント？いけますよ、いけますよ。このままだとでも1位も最下位も決まらんすよ、今。あ、じゃあさ、この2巻どうする？じゃあ、メネギ46で。え、メネギ48だね。46で、そのネギトロ2って言ったね。誰か2人ネギ取ろうってこと。あ、いいね、いいね。それは天才だわ。じゃあ、メネギ46回いくよ。メネギ…メネギ50だろ。ユミさん好きだからいい。俺、そんな好きじゃないよ、メネギ。
大食いの企画だから。だから、ナースと言ったのかね。自分が好きだからでしょ、だって。大食いの企画。フェアじゃないですね、そしたら。フェアではない。うるさい経験すごい。うるさい。お金払うと経験すごいから。クマもメネギ好きだよね。ちなみにクマにメネギ勧めたの俺だから。確かはいらないんだって。8個も食べるのか、ね、まあでもやっぱバランス取らないと、やっぱネギトロが8かあったらネギも8か取らない。やっぱクマもさすがだね、分かってるね。なんでみんなそんな気力がなくなってきてるの。え、全然喋らなくなってる。余裕が。なんかエクトロトークみたいな話。ガリ化粧石、ガリ化粧石、確かに、ガリだって俺は欲しい。ガリ着食い化粧石、こんなので一番ガリガリなクマがガリ食べればいいんじゃない。そこはやっぱじゃんけんで、ガリガリじゃないですか。おじさん企画やな、ほんとに。出てますよ、年齢どうせ、お前何歳くらいなんだろう、ほんとは。俺、この中だったら若い方で。いや、わかんねえな。いや、そうでもないな。怖いな、荒さ、荒さ、荒そうだな。何歳？これで何歳？僕22。あ、じゃあ22組だ。え、マジ22。クソデミア VS 争い。オペは22で。いや、確か24くらいだから。20分の一番あるじゃん。争い。確かに。ふざけんな。俺どう見ても見た目18歳だろ。俺ピーターパンだ。痛いおばあちゃんみたいな。やめろよマジで。やっね、しじみ汁あるよ。あ、めちゃめちゃあり。しじみ汁の、あ、あるよ。しじみってかさ、大食いのはずだったんだけどさ、どうせみんな食い終わるっていうのがなんか尺に触るんだけど、普通に。普通に美味しくみんな食べていけるんだね。なんかどうせみんな余裕なんでしょ。決勝戦来る、まだいけるっていう人と勝負しようよ。いけないってギブした人はもうその場でもう敗退。俺デザート食いたい、普通に。美味しく食べるのはね。美味しく食べない、こっから。美味しく大食いでしょ。美味しく大食いでしょ。美味しく大食いしましょう。それぞれじゃあ、そう思うと、まだ食えるか食えないか。ちょっと待って、一瞬待って、今年の応募ちょっと俺、はい、あるんで、ちゃんと。何やねん、マジで。今年の放送ね、ゆうさんから言ってもらってね、ついでに食えるか食えないかも、ね、いかないかもね。僕はまだ食えて、だからこいつらが弱いから、俺まだ全然いけるんだけど、そうそう、こいつらひよってそうだからさ、うちの虫やりたいなと思って、俺とあとで勝負するやつ、どんどん次からみんな抱負と一緒のともに話してって、そして俺の今年の抱負は、前提万里です。前提万里っていうのは未来を見据えることが前提ってことだから、自分 の未来を的確に自分で進めることができるプランがしっかりしてるからこそ、それに向けてその出来事をちゃんとこなせるような男っていう意味なんですよ。計画性を持った男っていうの。そう、計画性を持った未来が安定してる男なんですよ。なんで僕は最強なんですよね。だから最強の男になるために前提万里っていう言葉を選びました。それが僕の今年のボーグレープ。ちなみに今年前提万里はどれぐらい動くと思います？前提万里で前提万里で答えていただきましょう。僕の前提万里はそうですね、前提万里は2億5000は硬いでしょ。おお、じゃあ次はお父さんですか。でもね、メネギが来た。あー、来た来た、メネギね、かわいいね。お手はどう思う？きちょいよね。きちょい探し。すごい、草って感じ。クソです、めっちゃ。雑草です。ただ、一貫ずつ取って、食べてます。で、今年の抱負、抱負はどうしますか？僕はまだ食えます。今年の抱負は、好き嫌いせずに何も食べる。これは今。今、この瞬間。この瞬間、いただきます。臭いな。めちゃめちゃ臭いな。めっちゃいいな。すごい。おでこっち2個食っていいよ。少なくしていいよ。その代わりに。じゃあ次、熊さんですか。僕の今年の目標は、風鈴食べる。おっ、というと、それはね、風のようにね。舞う。舞う。蜂のようにさ。でも、ギリが独尊で。おお、もう我が道を行くってことね。そうです。はい。俺も我が道を進んで、自分なりに今年も頑張ろうっていう感じですね。ちなみに、お寿司は食べれます。はい。
的な感じ。俺のね、この抱負、はい、千変万化。うおお、というと、というと、そう、千変万化っていうのはもう天のように変わり、万のように化ける、変わるのよ今年。変わる、千変万化、あらゆる、ありとあらゆる方向に変わる。もしかしたらいろんなね、有力の説あるかもしれないけど、俺はいい方向に生まれ変わる。俺は進化してやる、メタモルフォーズしてやる。うわすごい、今年は俺やプリクラになります。プリクラになります。メタモルフォーズ、プリクラになります。分かった、俺ヤバくない。あ、僕はこんなすごい方たちに恵まれていい環境で育ってるんで、今年目指すのは、まあ、天下一品ですね。天下一品、そこの天下一品はうまいやつだな。あのラーメン屋さんだっけ。あれあれうまいよな。ぐらいまだ食べれるよってことです。唯一無二の存在に、うん、もう今だよ、はい、いい味出てるよ。マジですか、うん、いい味出てるよ、いい味出てるよ、いい味出てるよ。バンバンだろ、バンヒルでやってみる。バンヒル、バンヒル。じゃないんかい。そんなツッコミだな、ね、教えてくれ。確かに。マジしみじる。マジでね。でしみじる当たる？え、もうなんだかんだこれもじゃあ食べ終わったんじゃないですか。食べ終わった。え、ゆうさんどうしますよこれから。俺でかいの食べたくなってきた。あ、めっちゃめっちゃ。めっちゃ美味しい。めっちゃ美味しい。デザートにしましょう。抹茶アイスとバニラアイスだってどうでしょう。抹茶アイス。COPD は？シビアの慢性気管支。ADHD は？ADHD はあの、俺らです。あの、中血管多動性障害。PTSD は PTSD？PTSD はあの、パニック障害。それで、それで、え、PPAP は？ないの。PPAP？ あったかも悪すぎる。全部ちゃんと答えてるの。面白く PTA を、うん、なんか略した人の勝ち。あいつね、うん、俺を笑わした人の勝ち。おぎりおぎり PTA プリクラティーチャーあんま好き。面白いけど、あとなんかパンチがもうワンパンチ欲しい。でも俺普通にたまにもなんかしょうもないの俺も思いついたんだよね。 PTA ポンタカード。おお。一本でしょこれ。ポンタカード。それで、ね、ええどこ行った？え、カードの。カードの。あ、カード。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 可愛い。可愛い。可愛い。違う違う違う。カード。それはそれもやばい。可愛い可愛い。いややめたらダメだ。やばい。アマツキワールド。アマツキワールド。アマツキワールド。イニシャルボディ。うん、イニシャルボディって言ったら何でもいけるっすよ、ほとんどやん。アード確かに。てかもう平和で終わりでよくない。うん、俺思ったけど。あ、俺なさか。マッチャン、モノボケで終わるんモノボケで終わります。モノボケで終わります。モノボケで最後、締めようぜ。難しいな、あれ。シジミ結構使えるな。確かに、シジミなんか、シジミ使えそうっすよ。はい。なーに言ってんだ。俺はお前のこと、愛すよ。うえ。親父が。右下。近づくとこっちだ。近づくとこっちだよ。よしよしよし。ねえやめよっかマジで。いいですね。ゆうさん、ごちそうさまです。はい、今日の会計は51,776円、200皿ぐらい。200皿。いや、いかついっすね、マジで。金額でもまあ、こんなみんなでね、こんだけ楽しんで5万円はね、安いですね。すごい安い。5万円ですね。意外と5万円の感じだよ。お前は。はい、よろしくおくんでした。ということで、次回のほじわくんもお楽しみに。バイバーイ。